皆さんこんにちは。ドラクエタクトのベータテストの抽選に当たったので、動画にしたいと思います。私もようやく、ガチャ丸々連引いてみたという動画を上げられるようになりましたね。サクッと二軸弱を引いて、おうこれ爆死してんだろ。いいのが来た時って、銀のやつが金色とか虹色になってるパターンやろ。ほんとまたんごって、あれにそっくりやな。何とは言わんが。泥人形って、これぞ C ランクって感じがしますよね。かわいい。見た目はかわいいんですけどね。性能はどうなんでしょう。何ジェイミンかな？何ジェイミンかな？これは、デジャブというやつですかな。お、初めての B ランクですね。なんか、結構ガチャが渋いような気がしますね。C、B、A、S とか色々ある。ええ加減にせよマジで。私のアカウントどうなっとんねんこれ。何ジェイミン出現確率爆増アカウントやろ。お、いいのが出るんでしょうか。この引き弱は、こいつ、A ランクなのですが、最初にもらえるモンスターみたいなやつなので、実質何ジェイミンを引いたのと同じようなもんです。10連ガチャで何ジェイミン3体とか、どうなっとんねんこれは。悔しいので、もう10連しておきます。あ、20連目は、重複とかも多くなってくると思うので、どんどんカットしますよ。いいのが出る時だけ、強弱にしたいと思います。お待たせ、何ジェイミンしか出ないけど、いいかな？ほんとどうなっとんねんこのアカウント。てかこのゲームのガチャ、A 以上確定とか全くないんですね。怖い怖い。A ランクも出ないわ。何ジェイミンまみれになるわで。やべえぞこれ。腹が立ったので、何ジェイミンを思いっきり育成してやりましたわ。一応どういうゲームかも見せておいた方がいいと思うので、なかなかの強敵と思われる、神田倒しばきたいと思います。強い。これはフィジカルエリートの何ジェイミンですわ。何ジェイミンだけをゴリゴリ強化したら、ズバ抜けて強くなりましたね。ベータテストなのでデータが引き継がれるわけでもないですし、好き放題やれますね。このゲーム、ファイアーエムブレム系というか、そんな感じのゲームで、やろうとすると、結構頭を使うゲームなのかもしれないですね。私はソシャゲであんまり頭を使いたくないので、オートで周回という感じです。便利な世の中だー。何ジェイミンだけを育成して、俺つえしようと思ってたんですが、他のキャラクターの育成を怠りすぎて、足を引っ張りまくってますね。まんべんなく育成しろということなんでしょうか。だが私は何ジェイミンの育成をやめない。ほんと何ジェイミンが、パーティーの要とかしてますね。こんなふざけたことしてても、結構楽しめますね。元はといえば、私のアカウントを何ジェイミンまみれにしてきやがった、アプリさんサイドが悪いのですよ。触れてませんでしたが、後ろで神田タがマッスルポーズとかいうのを取りまくって、攻撃と防御をめちゃんこ上げてるの、だいぶまずいですよね。このクエスト、ふざけて挑んでますが、実は意外とまずいのでは？何ジェイミンなんかに育成アイテムぶち込みまくったツケが回りそう。何ジェイミン、育成したことで結構強くなったんですが、欠点として、火炎の息の MP 消費がでかすぎて、すぐにガス欠を起こしてしまいます。現に、ガス欠して通常攻撃くらいしかできなくなっちゃってますからね。すぐにガス欠を起こしてしまうなら、レベルをさらに上げて、MP 上限を上げればいいのですよ。簡単なことですね。神田タと殴り合えるのはこの何ジェイミンのみ。これだけは、真実を伝えたかった。真実って一体なんだよ。こんなの育成しないで、おとなしく赤いキラーパンサーでも育成しとけばよかったわ。ということで、ご視聴ありがとうございました。